今日は前の動画で小学校の時の担任の先生と文通のやり取りしてるってお話ししてたと思うんですけど、まさに今日その先生がご飯に誘ってくれたので今から行こうと思います。今日の洋服はこんな感じで、下は黒のフレアパンツ合わせてます。嬉しいねえ、じゃあ今の試合知らせてくれだけ、知らせてくれんとわからんもん。3日したら、オーストラリアの、あ、なんか言ってましたね、そう、ホストファミリーが来るんで。砂糖入れない、入れないですよ。すごい、大人ディスコです。これおすすめの歯磨き粉です。エコストアのやつ。今日のコーデは黒のトップスにちょっと短いショート丈なんですけど、これはジャケット、これは春っぽいかなと思って薄紫色のパンツを合わせました。朝起きてね、まだ髪の毛とかも何もやってないんですけど、お父さんから素敵なギフトが届いたので紹介しようと思います。じゃん、開けていこうと思います。中身は多分私が欲しいって言ってたやつだと思うんですけど、じゃあ開けようと思います。わお。ピンクのカードケース、名刺入れです。4月から社会人なので買ってくれました。これずっと欲しくて、店員さんが春色って言って、この前入ってきたんですって言ってた時から欲しかったんですけど、その日は買わずに帰ってて、卒業式終わった後にお父さんがこの日のために買いに行って用意してくれてたみたいです。めっちゃ嬉しい、大好きなピンクです。中はこんな感じでいろいろ入れれますね。これ店員さんがくれたらしいです。五円玉、財布、こんな感じで。中もめっちゃ綺麗なカプシーヌの赤っていうかピンクみたいなお色で、めっちゃ可愛いですって感じで、今からお母さんとちょっと出かけようかなと思うので渡したくしようかなって思います。以上です。朝ごはんを作ります。作りますって言ったら食べます。なんかこれライ麦にハマってるんですけど、リンゴとライ麦って書いてあったのめっちゃ気になって買ってみました。マスカラはデジャブのマスカラです。これめっちゃ良すぎて3本はストックしてます。常に。とこれもお気に入りの3のシマリンググロージオです。
入品紹介します。これはフランフランじゃないんですけど、普通にマスク買ってきました。紐が紺色と、あとなんか薄い緑みたいなカラーでめっちゃ可愛いなって思って買ってきました。フランフランでお皿を買いました。ずっとこのなんか縁の高さのプレートが欲しくて、ピンクみたいな色と白を買いました。ステラオガさんのクッキーを買いました。後で食べたいと思います。購入品以上です。この前買った可愛いお箸置き、パナベラのやつです。ハンドメイドのやつです。でっかい豚肉のパックを買って小分けして冷凍してます。